政治的に中立だと言っている限りはどうしても体制側のを有利にしちゃうよっていうこと、政治に限らずより良い方向に何かしらを持っていきたいのであれば、ただ何の意見もなく賛成するっていうのは意味がない。あらかた賛成だけどもう少しこうした方がいいんじゃないかとか、この意見には賛成できない、みんなでその案をブラッシュアップしていくことがとても大切なことだと思っていて、でその場において中立を装って何も言わないというのはそのまま多数決を通してしまうということに他ならないので、まあ体制側を利する、体制側を利するということになるわけです。いろんな団体が積極的になぜ政治家にアプローチをするのか、企業献金をするのか、選挙の応援をするのか、特に野党側の皆さんはお行儀がいい人が多いと思うんですけれども、なんかそういうはしたないことをしちゃいけないんじゃないのみたいな。でもなぜ企業献金をするのか、なぜ選挙の応援を一生懸命するのか、それは企業の皆さんが、自分の利益を勝ち取るため、つまりは権利を勝ち取るためなわけで、それは、お金儲けがしたいというのも立派な権利なわけですから、その子どもの権利を勝ち取りたいというのもと同じなわけですよね。私は自分が挨拶させてもらえなかったことに怒っているのでは全くないんですが、というか